本物だ。本物の劇団水溝。もう嫌いだわ。早すぎ。なんかわかるけど。とある山荘に招かれた7人の劇団員。久我和幸、26歳。4日間、よろしくお願いします。そこで行われるのは、主演をかけたオーディション。これからある事件が起きる。始まったな。演じるシナリオは、大雪で閉ざされた山荘で巻き起こる連続殺人事件。事件を解決した者が次回公演の主役だ。やっぱバチバチ熱いんですね。それは架空の設定のはずだった。どうなってんだよ。なんで本物の血がついてんだよ。芝居と見せかけて犯人は入江さんを殺した。もし本当にそうなら死体は、死体はどこにあるんだよ。私は水溝のメンバーを疑いたくない。犯人はお前だろ。嫉妬の塊高子ちゃん。役をもらえているのも親が劇団に出資しているから。はっきり言えよ。私が東郷とやってるって言いたいんだろう。今考えるべきは犯人の動機だろ。自分の人生ぐらい自分でこじ開けてやる。何があったんですか。この中に犯人がいた場合、明日も誰か死ぬぞ。犯人は私たちの何を見てると思う。ふざけんなよ。アメリア自作自演。死ぬ気で芝居しろ。誰が犯人だと思ってます。果たしてこれは演技か事件か。あなたにとって芝居とは。殺し合い。二重三重のトリックが仕掛けられた究極のサスペンスエンターテインメント開幕。あなたが犯人だ。嘘はいらない。ある閉ざされた雪の山荘で。おお、記録が出たら死ぬぞ。寒いよ。助けて。